はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC バーベルクラブ代表を務めております。生涯ナチュラルトレーニー。ちょっと減量やめちゃったんで全然デブですね。健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、私がですね、運営しておりますナチュラルボディービル研究所というホームページが動画の概要欄の上の方に URL 載っておりますので、ぜひ私と同じナチュラル思考のトレーニーの方はちょっとデブでねナチュラルはい、私と同じナチュラル思考のトレーニーの方はチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はいはい、ちょっとアングルおかしいんですけども、もう今日ちょっと疲れちゃったんで、はい、このアングルでお送りしたいと思います。はい、で今日はですね、全然ボディービルとかトレーニング関係ないお話でございます。はい、まあ僕昔ね、ちゃんと YouTube やってた時はメインの動画がですね、まあ、ネットラジオ、音声だけでも楽しめるネットラジオっていう感じで、まあ、動画配信してましたので、最近また原点回帰っていうかまあちょっと YouTube 活動する時間なくなっちゃったんで、また昔みたくね、こうやって喋るだけの動画やらせてもらってるんですけども、今日は久しぶりにですね、注意喚起シリーズの動画をお送りしたいと思います。はい、一応元祖アウトロー系 YouTuber って呼ばれた時もあったんで、はい、もう今は全然アウトローどころの騒ぎじゃなくて完全なイントローですね。はい、なんていうんですか、アウトローの逆の言葉ってなんていうんですか、イントローなわけないか。まあいいや、とにかく今もう引きこもりなんですけども、はい、まあちょっとね、その注意喚起シリーズの動画ってことで今日ね、街は、まあ、嫁と息子と歩いてて思ったんですけど、怖い人を正常に怖がれない人ってすごい多いなと思って、はい、なんかね、年々増えてる気がしますね。はい。昔ももちろん、昔からいるんですけども、その正常に怖がれない人、怖いことを正常に怖がれない人、はい。はい、昔から いましたけど、なんか年々増えてる気がしますね。はい。というのもですね、どういうことかっていうと、やっぱ街歩いてて、まあ、僕だけじゃないんですけど、例えば結構ね、僕がちょっとおっかない人と歩いてるとするじゃないですか。杉さんとか、はい。ケンさんとか、MDC のね、怖い人いるじゃないですか。そういう人と歩いてても、例えば、道ですごい、すれ違うときに、なんか、わざとぶつかるコースを歩いてくるサラリーマンとかね、おばちゃんとか、はい。結構おるんですよ。杉さんなんてもう、完全にヤクザじゃないですか。で、誰がどう見たって、もうね、違うんですけども、誰がどう見たっても外見完全にヤクザ屋さんじゃないですか。だけど、あんな、もうね、歩く人間狂気みたいな、はい。杉さんに関してのブログとか、過去の動画見てくれれば、出てきますけども、もう、ザ、ヤクザ屋さんなんですよ、外見が。はい。俺、杉さん別にディスってるわけじゃないですからね。はい。なんだけども、やっぱりその、なんかぶつかるコース歩いたりとか、そう、まあ普通に、ケンさんだってね、腕中、やっぱりちょっと、ね、ドクロの入れ墨が入ったりとか、ね、あんだけガタイが良くて、いかめしいじゃないですか。で、2ブロックで怖いし、ケンさんも、はい。トライバルの人です。MDC のトライバルの人なんですけど、怖いんですよ、外見。だけど、急に変な、コンビニとかでね、僕と一緒にいた時なんだけども、ちょっといいですか？その入れ墨本物ですか？とか言ってきよるんですよ。本当に。まあ、ちょっとね、若干ボケてたのかもわからないけども、おじいちゃんだったんだけど、その入れ墨本物ですか？とか、そんなん、ね、聞いてくる人もやっぱいるわけですよ。で、まあ、こういう人って昔からいるんですけども、その、やっぱ、外見が怖い人に、わざわざ自分から接触を図るとかね、その、まあ、例えば道でも、ぶつかるコースを歩くとか、これね、まあ、もともとそういう世界にいた人間からすると、すごく危険なんですよ、やっぱり。はい。だから、僕はすごいやめた方がいいなと思うし、で、多分今日の動画のタイトルがですね、まあ、こういう人は街でトラブルになりやすいですとか、こういう人は街でトラブルになりますとか、トラブルを避けるための方法とか、なんかそういう感じの多分タイトルになってると思うんですけども、僕のリスナーさんにはその、なるべくトラブルに巻き込まれてほしくないんで、こういう注意喚起の動画をやるんですけど、やっぱりね、そのトラブルになりやすい人って、
自分から僕はね、トラブルに何言ってるような気がするんですよ。まあ、みんながみんなそうじゃないんですけど、完全にね、何にもしてないのに急に絡まれたりとかもあるんですよ。だけど、その自分からなんかわざわざぶつかるコースを歩いたりとかって、すごいね、なんか危険だなと思うし、損してるなって思うんですよ。はい。本当に昔の話とかすると、例えば、僕がね、そのまだ若くて、このヤクザ屋さんのね、運転手がやってる時に、例えばその繁華街のところ、事務所があったんですけれども、その近くから車を借りるわけですよね。で、まあ兄貴分の車を借りて走らせるじゃないですか。で、まず繁華街から出発するんで、夜とかやっぱ金曜とか土曜とかになると人がすごいんですよ。繁華街なんで。で、そっからもう、まあ、車自体はそんなにね、ヤクザ屋さんの車っぽくなかったんだけど、乗ってる人がもう完全に、どう見ても、仇の人ではない人がこうやって腕こうやって窓から出して、いっぱい乗っておるんですよ。で、運転席に僕がいて、まあ、僕はね、もうどう見ても人畜無害のね、デブですけど、隣とかもスキンヘッドのも入れ墨だらけの、もう、かなりギラギラしたのがこうやって出て、で、後ろのね、席ももうすんごい悪そうな、なんか、何人みたいな、なんかやつらがいっぱい入れ墨出して乗っかってるんですよ。で、どう考えてもその繁華街でその車をこうやって運転してるの、普通に考えて仇じゃないじゃないですか。なのに、まあ、繁華街なんで人が多いじゃないですか。で、車が来てもどかないんですよ、一般の人たちが。はい、で、まあ、そんなね、いたずらに僕らも絡みませんから、プップって鳴らして、ね、どいてくださいねってやるじゃないですか。すると、普通の女子大生っぽいお姉さんとか、どう見てもスーツ着た一般の OL の集団とかが、プップって鳴らして、こうやって振り返って、は、歩行者優先でしょみたいな感じでどかない場合とかもあるんですよ。いかれてますよね。これは別にね、偉そうに、いや、どけよ、どそこどけよって言ってるわけじゃなくて、どかないと危ないじゃないですか。はい。僕だって別にね、うわ、なんでこの人たちどいてくんないのと、僕結構、本当にね、すごい人畜無害な性格してるんで、いや、乗ってる人たちはおっかないからね。うん、いや、どいた方がいいのになって思いながら、金、小刻みにクラクションプップってやってるのに、そう、へ、歩行者優先なんだけど、みたいな顔してどかないね、女の子とかおるんすよ。で、まあ、やっぱり、その、おっかない人たちが、あら、どこでどけよって始まるじゃないですか。で、そうすると、どくんですよ。はい。これがね、すごくね、昔から解せないんだけど、こういう人っているんですよ。その、どう見てもおっかない人たちなのに、なんかその、なんだろうね、正常に怖がれないというか、はい。何かが働くのかわかんないんだけども、これすごく危険だと思うし、どかない理由も正直わかんないしね。はい。ここはどいとこうよっていうところは、やっぱり、どいた方がいいと思うし、怖い人を、外見が怖い人を、ちゃんと怖がるってね、僕すごく必要なことだと思いますね。だから本当僕今外を歩くともうね、すごい端っこ、もう壁にね、ひっつくんじゃないかぐらいな感じで僕歩いてますよ。みんな怖く見えるんで。 ちょっと僕の場合はもう病的なんですけど、街行くもう中高年全員ヤクザの屋さんに見えるんですよ、本当に。もうちょっと病的にちょっと今勘ぐっちゃってるんで、はい。みんなヤクザ屋さんに見えるんですよね。サラリーマンも、はい、普通のなんか私服着たおっちゃんも、みんな、この人もしかしてヤクザ屋さんちゃうかなっていうふうに、勘ぐっちゃうんですよ。だから怖いから、もう中高年は大体僕は全部避けますよ。だけど、ね、本当にね、なんかね、わざとこっちに来んのかなみたいな連中いっぱいいるんですよ。完全にサラリーマン、なんか例えばオフィスビルから普通に出てきたサラリーマンとかも、すごいぶつかるコースわざわざ来たりとか、いや、俺もこれ以上どけないけどみたいなところなのに、ずいずい来るサラリーマンとかおるんですよ。ああ、ママ友の輪みたいなのもおるんですよ、いっぱい。おるね、ほんと解せないんだけど、なんで自らトラブルになりに行くんかなと思って、僕はもう本当に今、スーパー小心者でね、人畜無害だから、うわ、なんでなんでなんでってなるだけだけども、例えば僕がすごいおっかない人だったら、問答無用で殴られますよ、マジで。はい。だから、なんかね、その、
通行のマナーとかね、そのやっぱ公共の場所でなんかその他人に対してのね配慮が欠けてる人はねやっぱ危ないですよね。大体このね他人っていうかその怖い人を怖がれない人ってやっぱねちょっと他人への配慮が欠けてる人だと思うんですよ。なんかこういう人って昔から一定数以上いるんですよ。で最近すごいさらに増えた気がしますね。まあその分多分日本が平和にどんどんなってってるんでしょうけど危ないですよねやっぱり。僕らみたくその温厚なっていうかそういうねおとなしい人ばっかりじゃないですから、僕は外見もやっぱりねちょっと損してるなってのはあるんですけど、結構おどおどしてるんで、だから多分随時あっちが来るんだろうけど、やっぱりちょっとなんとなく外見怖いなって思う人は僕は避けた方がいいと思いますね。はい、本当に。であのヤクザ屋さんの車運転してた時のあのどかない人たち、ああいう人たちって本当に危ないと思います。変な話、あれワンチャンさらわれちゃいますよ。あれ繁華街だったけど多分誰かの機嫌が悪かったら、あれ本当にね、あのはって振り返ってはみたいな顔したやつ、あれ普通にさらわれちゃいますから、マジで危ないですよ本当に。で僕ねこれね、なんか周りの大人とか親がね教えてあげるべきなんじゃないかなってね思いますね。はい、多分あの一般の人っていうか、その僕も今一般完全一般人ですけども、今までそういう揉め事とか一切なかった人たちって多分実感っていうかイメージ湧かないんでしょうね、自分がそういうトラブルに巻き込まれているところとかが。はい、だからこれ周りの人がね教えてあげたりとか、なんか実際の事件のこういう事件あったよとかをね見せてあげた方がいいんじゃないかなって、ちっちゃい時から、学校で教えたりとかね。はい、じゃなきゃね全然普通に今でも拉致関係ありますからね、真面目に。はあ、やっぱ怖い人は怖いんで、なんかネットとかで変なあの怖い外見顔が怖い人ってさ実はいい人が多いんだよねとか謎のことを言ったりする人っているんですよ。なんか怖い人ほど実は優しい人多いんだよねみたいな意味わかんないこと言ったりする人いるんだけども、僕の長年のねそういうねまあ 裏社会みたいなところ15年ぐらいいましたから、僕の長年の経験からすると顔怖い人は怖い人が多いです。はい、これ僕の動画でねずっと言い続けてますけども、顔が怖い人はね怖い人多いですね。はい、まあもちろん中には優しい人もいますけども、大抵やっぱりうわーこの人めっちゃ悪いなっていう人は顔もめっちゃ悪いですよね。うわーこいつめっちゃ悪いなって思って、外見めっちゃ外見可愛いなっていう人もいるんですけど、それごく稀ですね。はい、やっぱり怖い人は怖いです。はい、もうなんか結構アグレッシブっていうか攻撃的なオーラがねやっぱ出ちゃってるんでしょうね、外見服装とかにもやっぱ出るんですよね。はい、で最後一歩踏み込んで言いたいんだけど、やっぱ結構入れ墨とかね入れてる人はやっぱ怖い人多いっすよ。最近なんか結構ねタトゥー入れてるやつとかマジなんか弱えやつしかいねえとか謎の風潮ありますけど、ネット界で結構やっぱタトゥー入れてる人怖い人多いっすよ。なんかもちろん それだけじゃないしね、美容師の人とかもいっぱい入れたりしてる人いるんだけども、守り入れてる人怖い人多いっすね。これは間違いないです。はい、みんながみんなそうじゃないですけど怖い人がやっぱり多いっていうね。だからやっぱり和彫りじゃないけど、その入れ墨出してる人とか、うわ、どう見てもこいつちょっとヤクザ屋さんっぽいなっていう人には、まあ、自ら近づいていく必要はないし、近づいてもいいことないんで、僕はね、街歩いたらね、なるべく避けて歩いた方がいいんじゃないかなって思いますね。はぁ、あ。絶対そっちの方がいいでしょ。ぶつかったっていいこと絶対ないんだから。そう。はぁ、あ。ということで、ちょっとなんか最近ちょっとやばいな、こいつっていうやつが多いんで、皆さんトラブルにならないように気をつけてください。本当にねどこにね怖い人が潜んでるかわからないんでね、で何でスイッチ入るかわからないんで、触らぬ亀にただりなしっていうことわざがあるぐらいですからね、なるべく人とぶつからないように歩いたりとか、クラクション鳴らされたら血とか舌打ちしたりとか、歩行者優先だよみたいな顔しないでどきましょうっていう、ね、僕はそういう風に生きてるからね、あんまりトラブルないですよ。はい。
あんまりね、ゼロじゃないです。それでもゼロじゃないんですけど、顔がムカつく顔してるらしくて、そうそう、僕顔がね、ムカつく顔してるらしくてね、こんなにつつましく生きてるんだけどね、なんかね、すごい急に空回りたりとかするんですよ。はい。ね、なんかそんな顔してるなって思います、本当に。うん。これズラですよ。はい。これズラですから。これ、最近見始めた人、髪型めっちゃかっこいいじゃないですかっていう、これズラっす。はい。ではね、風呂入ってください。さよなら。